センチャイ PK センチャイムエタイジムは、タイの男性ムエタイ選手、元プロボクサー。マハサーラカーム県出身。ルンピニースタジアム認定4階級王者。タイでは、強すぎるがゆえに、同じ体重では、対戦相手がおらず、常にハンディキャップマッチで試合が行われる。元、WMC 世界ライト級王者。2006年7月2日、初来日。 石毛深夜の代わりに呼ばれた、コリア GP73kg 王者のイムサンスと対戦。10kg の体重差をものともせず、2RKO 勝ち。2007年1月28日、2度目の日本での試合。竹村健二と対戦し、4RKO 勝ち。2007年7月1日、3度目の日本での試合。昨年対戦予定だったもと、 NKB ウェルター級王者の石毛真也と対戦し、判定勝ち。2007年7月29日、4度目の日本での試合。MMA 香港ウェルター級バンダープーケットウェルター級王者のモハメッド・アマディ・アッパスと対戦し、1RKO 勝ち。2008年10月5日、5度目の日本での試合。小宮幸博と対戦し、判定勝ち。 2008年12月23日、6度目の日本での試合。大韓キックボクシング協会ライト級王者で、コリア GP65kg 級優勝経験もある、法政文と対戦し、3RKO 勝ち。2009年7月3日、ルンピニースタジアムで、センチャイ一人に対し、ペップン中 FA グループとサゲッターをペットパイア隊の二人を、 戦わせるという奇想天外な試合が組まれた。1から 3R は、ペップン中が、4から 5R は、サゲッター王が、センチャイと対戦し、センチャイが、判定勝ち。2010年3月14日、無タ世界ライト級王座決定戦で、WMC インターコンチネンタル &WBC 無タイルール日本 &NJKF ライト級王者のヤマト哲也と対戦し、 1RKO 勝ち。2010年7月2日、トヨタムエタイマラソントーナメント準決勝で、姉妹師匠と対戦し、1しこ勝ち。2011年11月13日、7度目の日本での試合。元 J、ネットワークスーパーライト級王者の大石俊介と対戦し、4しこ勝ち。2013年6月16日、8度目の日本での試合。 WPMF 暫定世界ライト級王者 WBC 無栄隊日本ライト級王者の水落ち洋介と対戦し判定勝ち2014年3月23日9度目の日本での試合 NJKF ライト級王者のショーセンチャイジムと対戦し判定勝ち2015年5月10日10度目の日本での試合レブルズ マサイスーパーフェザー級王者の安幸と対戦し、判定勝ち。ありがとうございます。